手だよ。確実に400枚は本当に詰めますね。いやー、今日どうしたのこれ、すごいな。確実に400枚を詰めていく。本当にこの400枚すごいでかいからな。5箱あるんですよ。そう。まとめちゃう。おお。でけえ。いやー、本当に。今日は400祭りですよ、皆さん。400祭り。君は本当にヒーローだわ。幾度となく400枚だ。本当にダブラックでも。本当に。
そんな海に。いやすごいすごい本当にすごい本当にすごいまた400円ですすごいすごいすごい本当に本当に400まくり400まくりですよ本当にこれは最大実況だこれはすごいいやー面白い面白い見てちょっと待って見てくださいよ隠してるまで400ですよゲットせよヒーローだ本当にいや楽しいわこれもだThank you.
400のこと考えてたんですよね。400のこと考えたらこれですよ。
あ、まだ続いてんの？もう終わりだと思ってたんですけどね。さあ、400枚。おお、また来た。
まあ、六角になってしまうかな。そろそろ。あ、交換も空いてないと、そろそろ六角になってしまう状況に来ました。どこまで続くんでしょうか。ガセールさんの野がある。おお、800です。いやいやいや、すごい。もらいますか。いや、すごい。いや、素晴らしい。今度は800。
約1時間ぐらい続けたんですけど、その後は何も当たらなくなってきましたので、ここで私の動画の容量が限界になり、一度ここの動画は止まってしまいました。はい、最後の最後でこれ1600枚カプセルチャレンジ獲得しました。はい、ご視聴いただきありがとうございました。サボテンです。今回ね、ガチャマンボをやっていったんですけど、今回視聴者さんの方からね、ガチャマンボビンゴもこちらいただきましてですね、やってプレイしました。で、メダルの方はですね、最初のメダル3000枚を用意いたしまして、で、回収はなんとその倍以上、6642枚プラス3642枚でした。いやー、素晴らしいことです。いやー、正直言って、なぜそんな3000枚以上案内増えたかって言ったら、やはり私は、後半戦の、テキーラももちろんそうですけど、400枚のもうラッシュは本当にすごかったです。もう400枚を当てるたんびに今度は800枚のマンボチャンス来たりとか、あとビタ止まりの800枚。そして、まあ何気に、もう良かった、ゲートセブンや、レストライトだって、本当はレストライトなんてあんなの外れ枠なんで、5枚とか、まあ、良くて80枚ぐらいですけど、あんなとこで200枚も行くなんて、いや、びっくりびっくりって思いました。本当にちょっと信じられない日で、ちょっと、まあ撮影してたんですけど、すっごいなんかもう楽しくて、もうずーっともう僕笑ってまして、ほんと。いやーほんと笑ってばっかりだなーと思いながらもちょっと編集してたら、なんか面白いなーと思った一面でした。はい。で、ガチャマンボビンゴなんですけど、こちら。はい。9個あるうちの8個を達成しました。で、残念ながらここ、待ちゲームの300枚、400枚とか800枚のメダル積み込み中に幾度となく行ったんですけど、残念ながら300枚は来ませんでした。というわけで、まあ、オールラインビンゴは達成できなかったんですけど、その他のマスを見事に達成できて、まあ、5ラインビンゴ、約1ヶ月以上ぶりの動画撮影でブランク空いてたんですけど、まあ、5ラインビンゴを達成することができました。いや、正直、感想としてましては、いや、ちょっとさすがにですね、まあ、視聴者さんからのこういう案を私にいただいて、非常に嬉しかったんですけど、やっぱりやる側としてすごいなんか、初めてだったんで、緊張しました。緊張したんですけど、まあ、こうやって、なんとか達成することができて、
でも本当は1ラインビンゴで良かったんですけど、どうせなら僕はもう全部達成しようと思ったんですけど、まあ残念ながら全部は達成することはできませんでした。すいません。ですが、まあ5ラインビンゴってなかなかいい方ではないかっていう感じに私は思っています。それでですね、最後ら辺の、本当は6600枚の預かり動画とか撮りたかったんですけど、何せ、あんなに7箱もありまして、さすがにちょっとバンクに入れるのも他のお客さんもいるので、まあちょっと迷惑かなと思って、まあそこで店員さんにちょっと頼んだら自分、あれ、預けてもらったんですけど、でもさすがにですね、店員さんの顔とかを写すのは、まあそれは良くないことですので、まあちょっと写真とかもちょっと控えさせていただきました。まあ何せちょっと後ろにお客さんとかもいっぱいいましたのでね、ちょっとそういう写真とか撮影はありませんがご了承ください。そして、1600枚の動画なんですけど、あれ本当に、まあどうしても本当は、払い出しシーンとかも撮りたかったんですけど、私の携帯のストレージが、まあ、申し訳ないんですけど、ストレージいっぱいが、もうマックス状態だったんで、もう、なんとか本当は撮りたかったんですけど、5秒か10秒ぐらいで本当終わってしまったのは本当に、いや、もったいないな、本当は見せてあげたかったなっていう気持ちはありますけど、残念ながら撮ることはできませんでした。申し訳ありませんでした。まあ、それでも1ヶ月ぶりの、ガチャバンボープレイをやって、まあ、なんとか、感覚を取り戻せたり、できてよかったんじゃないかっていう感じには思っております。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。次回も、他のメダルゲーム動画で、また神回を作れるように頑張っていきますので、よろしくお願いします。それでは、皆さんまた会いましょう。さようなら。サボテンでした。